今天是9月27号的中午，目前我们即将完成闪之轨迹接下来的剧情了。这个继上次的游玩之后呢，目前新七班的三个人，优娜、蓝毛还有黑兔，目前在艾玛的故乡休养中，他们已经睡了2周了。就在黎恩被抓起来之后呢，后来是艾玛带大家逃离的那个战场。然后上次我们玩的时候已经跟那个谁，尤其是对过话了，现在要跟其他人讲话了。何かのモニュメント？ああ、変わった形をしているが。然后泳装还没有，没有泳装可以穿，我要泳装啦。为什么明明新七班的剧情就比较多，那为什么要先上旧七班的泳装？这制作人疯了吧，对不对？不合理啊，不合理啊。啊，等10月4号，等到民国几年？目前看到的是盖乌斯，然后还有艾略特，都是黎恩在闪鬼一的同学。那右边呢，在三代的时候，他变成了星杯骑士，不要问为什么，反正他就是厉害，他就是牛逼。他们戏份好少哦，还没有语音呢，太惨了吧！你知道尤其是那段他们讲了多久的话吗？欸，这时候应该要换一只。さてと、行くわよ。是。可恶，这个视角还是转不了。刚那个瞬间有捕捉到吗？我也没有。劳拉，我很抱歉，你爸死了，别难过，反正他也快死了。在二代的时候，他吸收了杰岩的火焰，最后面中毒了，感觉很惨。旧妻主就像失了魂，都没有笑容，要怎么笑得出来？自己的好同学被抓，然后亲人死的死，伤的伤。我先领一下 DLC 好不好？ DLC 给我泳装啊！ DLC 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 欸，有免费的欸，免费的应该会有衣服。哎呦，无料的送道具欸，我操，这 U 只有100个，我天，太多了吧，作弊！台币的力量真棒。
啊，都没有装备是怎么样？我记得三代的时候还有送一个很不错的、啊。之后蓝猫可以专区，让他身上看好了，只有一套。还不错，要去打仗了是不是？ここって宿酒場？そうみたいだな。隠れ里らしからぬというか。是兰迪教官，还有你叫，你叫。马西乌斯、马西亚斯啦，男的真的是随便。我现在很想要直接进入到练功环节。哦，大家看黑兔的那个眼神，太棒了，仿佛又回到了从前。老板娘，有没有卖点好东西啊？哎，这边不是隐居地吗？为什么会买东西？老板娘，你的东西很烂欸，没有补 CP 的，还敢拿出来卖哦、啊、OK。さてと。おお、なんかいろいろあるけど。哎，亚丽莎，我又买你的泳装，什么时候可以穿？里ならではの店みたいだな。红色的，都没换过。他是笑恋的那个 CB 哦，一模一样，笑恋妈妈好。怎么样？睡两周爽不爽？爽啊！哎，但觉得身体有点迟钝。你在看书吗？你不讲废话。哦，这里真多珍奇的书可以看，爽哦。他本来是想要买《帝国时报》，但看起来这边是没有。我抱歉，我没有进。我们不看那种垃圾报纸。里面的人还会定期会换外界有来往，是不是？这句话，家人除了爷爷都是坏人，妈妈算不算坏人？感觉她也不没有去干涉老公去做什么事情。而且她老公也说了，那段感情是虚假，她是演出来的。最可恶的是那个女仆了，真他妈王八蛋！然后到后面都每个都反叛，说哦，那我觉得我做错事了，我要加入你们。找同学时间吗？现在失联的同学只有提优，还有阿加特，
还有踢他，还有亚修，还有缪，还有缪杰，干好多。大家都失联，都是你爸害的。被蒙在鼓里的感觉很差齁。Blah blah 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 blah。他讲那个在结尾出现的黑衣男就是亚历莎的父亲，这应该大家都知道。老板有卖什么啊？卖了，哎呦，我有多少钱呢？我只有1000块，先不买了。嘿，这里有卖《帝国日报》哎，100块。这里有讲是《国家总动员法》，全员一致通过，应该可以阅读啊。虽然我都看不懂。哦，这里应该就有语音喽。如果没有，就通通剪掉。BBA 是什么意思啊？有点听不太懂。OK， 现在我们应该要去活动一下筋骨。我想要动一动。哎，这里是什么地方？脱衣所、泡温泉。male 跟 female， 我是男生，我应该要去右边吧？我英文不太好。不好意思，我那个书没有读很多，不小心走错了，多多包容。哎，这什么鬼地方？炼成工厂哎！哎呦，哦，萨拉教官，安安，萨拉也很物主。因为大家都是爱着黎恩的，真好。
我的英雄学院要做第四期耶，太强了吧！虎头蛇好猛哦！别问，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 什么都别问，自己去看吧。それにしても不思議な空をしているな。まるでこの世の場所じゃないみたいな。魔女の隠れ里ですか。哦，最后面回到旅馆，然后跟不知道跟谁讲话。盖乌斯、尤西斯、劳拉、菲这些人都讲过话了，还有谁呢？第七班人好多。应该都是讲过一遍了啦，没有漏掉，我确定。马西亚是有啦，跟兰迪教官一起啦。我记性很好哦。从刚刚的对话好像提到说，其实不管是新七班还是旧七班，所有的重心都围绕着里恩。他就是中心的人物，感觉有他的存在才可以让整个团队能行动起来。但他现在不在，有没有懂日文的朋友？这个流石泥水臭，是这第二段是指什么意思？因为那个流石，我记得刚刚那个库尔特有讲过类似的话，这种就听起来很像是谚语。会不会太见外？哦，水臭是指见外的意思。流石是指亚哈里，果然。なんじゃ、もう戻ってきたか。なんじゃ、哦，我听懂啦，已经回来了，是不是啊？ロセさん、ランディ先輩も。やれやれ。その様子じゃ気分転換もできてなさそうだな。97の連中も同じみてえだし。就看，不管是新七班、旧七班，好像都没办法把状态转换回来。大家都是陷入在泥沼之中。まあ、無理ないかもしれんな。今から聞いた限り、鉄血や知性どもは圧倒的じゃ。现在。铁血那一方还有劫色那一方都也是压倒性的强，感觉要有一个人出来，然后帮忙制衡这股战力啊，是谁？我猜大概大致上猜得到，是那个有片尾曲的男人，对不对？因为我相信现在要有一个人去替代李恩。那这个人很可能就是克洛。おまけにバリマールとは別の鬼神が5体も出現。
除了瓦尼妈之外，有舞台机神的出现，然后最后面还有黑之机神，根本打不赢。艾玛那个时候也很聪明，直接带大家撤离了。别打了，别打了，二十分钟秒头，快跑！え、あの黒い鬼神は別格とも言えるオーラでした。その場のすべてを支配するような。正直、鳥肌が立ちっぱなしだった。修吉基是老实说，但后面这句我不太懂他的意思。哦，鸡皮疙瘩，哦，鸟鸡立起来了，都起了鸡皮疙瘩了。他の鬼神もみんなすごいオーラだったんだけど。怎么说呢？其他的机神虽然也很厉害。まあ、鉄血が乗ってるだけでもやばいのは当然なんだろうが。这里是在形容说黑之机神和其他的机神有不同的感觉吧，有点像是令人毛骨悚然的感觉。そういえば。それでは始めるとしよう、ディーン。那我们就开始吧，李恩。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話。把世界染上绝望，后面我就忘了。どうして最初はあの時教官を呼び捨てにしてたのかな？为什么那时候宰相要？直呼教官的名称。前にテートで話してた時はもっとよそよそしかったような。之前在帝都谈话的时候，是不是？这个后半部我不太懂。这句话是不是重复三次了？是。然后我们昨天晚上还复习了一次。这里给我的感觉很像是优娜觉得说，哎，之前宰相不是跟李恩不熟吗？啊，为什么抓住他的脖子就变熟了？其实一直都很熟。我是你爸，你怎么可以直呼他的名字？宰相，你好坏。所以吧，所以吧，听你这么说，そんなことがあったのかよ。还有那样的事情呢？啊！哦，黑兔知道，旧七班的人知道。ある？何か知っているのか？哎，黑兔那时候在场吗？哦，在，这最后面的时候，黑兔、白兔，然后外加那个铁血之子都跑去。跑过来集合了。それは、春。アルキチは情報局だったか。いろいろと知ってそうだな。看起来你知道很多是不是？前々からおかしいとは思っていた。之前就觉得很奇怪了。教官と最小のやりとり、旧七組の皆さんの態度。教官和宰相之间，以及旧七班的态度，因为旧七班是知道的。そして教官がシュバルサー家の養子であるという事実。而且教官也是那个某个贵族家的养子。確かにエリゼさんとは血はつながってないって聞いたけど。啊，没有错，他跟他妹妹应该是没有血缘关系的才对。哦。一切都做得通了，你就是凶手。おいおい、まさか。バンダール家の人間だから、裏の事情もそれなりに聞いていてね。
他没有事件又被拿来编。当时軍にいたオズボーン准将の邸宅が何者かに襲撃されたことがあったらしい。奥斯本准将的住宅被袭击了。下手人は聞いていないが、その時彼は家族を失ったそうだ。亡骸が発見されたという奥方と、結局発見されなかった子息の二人を。そうつながんのかよ。教官に教わった官の目です。一切の先入観を排し、そのものを見る。这个是 教官教他的东西哦，官之眼。怎么听起来很像是黑子篮球会的招式？間違いないみたいだね。看剧本的眼睛。奇亚说我也会哦，我看了更多。你这是什么眼睛？天地之眼。哼，你打定我，我魔王之眼，我比你更强，魔帝之眼，神经病。私は海燕港工作の任務で偶然居合わせて知っただけですが。他在执行凯恩公爵的捕获任务的时候，偶然知道了这样的事实。リン教官も97の方々も。那个时候，黎恩还有旧七班的同学们都相当的震惊。そりゃそうだろう。そんなことを聞かされたりしたら。这当然是的、啊，听到那样的事情，谁都会摔键盘、摔手把、折光碟。そうか。だからこそ仲間と力を合わせて鉄血を止めようとしてたのか。原来如此，所以才这样子集合了伙伴之力，想要阻止铁血谷。铁血是不是？ユナさん。ユナ、怒っているのか。ユナ，你生气了吗？実の親が誰であろうと、リーン教官はリーン教官の。但是不管黎恩教官的父亲是谁，黎恩就是黎恩啊。怒ってるわよ。我生气不是理所当然的吗？啊，もう本当にあの人は。又拿来生什么气？人家不说也是他的权利啊。それに先輩たちもいい加減頭に来たわ。ほら二人とも先輩たちを連れてくるわよ。一言。十言くらい言わないと気が済まないんだから。ユーナさん。一体何を言うんだ？走，我们去打怪，出出怨气，冲啊！练功喽！前向きさの塊みたいな娘じゃな。又是这 BGM， 真好用。これで全員ですね。あのユナさん、哦、他把所有人都叫过来。話があると言ったが、どのような要件だ。学妹、你怎么这么没礼貌？你算老几？その心なしか僕たちに怒っているように見えるんだが。ええ、その通りです。そのユナさん。よくわからないが、もう少し冷静に。クルト君たちは黙ってて、今しがた聞きました。リーン教官の実の父親について、あの鉄血宰相、ギリアス・オズボーン、その人だって。ああ、それは。そうか、知っちゃったんだね。だがユーナ、どうかリーンを悪く思わないでほしい。彼はずっと苦しんでいたわ。宰相のやり方と理不尽な要請に。李恩一直很痛苦。
应对宰相那些不合理的要求。ああ、兄に対する俺の葛藤よりもはるかに大きなものだっただろう。没有错，跟我之间哥，这边好像是指跟他哥哥的纠葛来说，比起来还更严重。就是兄弟之间还有父子关系，感觉父子的牵连性比较大。なのに決して折れず、自らのなすべきことを果たし続けた。啊，这边盖乌是讲什么，我就听不懂了。ええ、北方戦役の時といい、不器用なくらいにね。之前北方战役的时候，李渊有被请去镇压。那那个时间点的话，莎拉是敌对方。所以他可能也知道说李恩也不想做这些事情，那没有办法，他被冠上了一个，就被约束住了。李恩，你是好人，就应该要帮助我们帝国方，而且我是你爸，去卖火柴。分かっています。その李恩呐、啊，如果你不帮我们帝国的话，有一些很可怜的帝国士兵可能都会死掉。但只要用你挥之即成的力量，就没不会造成这么多伤亡，是不是？我懂你，我也知道你会帮忙。でも、これは私たち。李恩君真好使。开 party。あの人が、リーン教官が今この瞬間も苦しみ続けているって。但是那个人，李恩教官，在这个瞬间。依然，他被关起来啊，他的痛苦还持续着。那我们怎么可以在这边停滞不前？それは、あの時、私たちはこの目でずっと見届けていました。教官が真実、最小たちを止めようと視力を絞り続けていたことを、でも力を呼ばず、私たちを助けようと。身を挺してかばったの。そうだったら。そんなあの人を守ろうとして、アルが立ちふさがって、ミリアムさんがさらに守ろうとして、犠牲になって剣になって、教官は怒りと悲しみに飲み込まれるように。世界の終わりの引き金を引いた。そして実のお父さんは教官にさらなる何かをさせようとしている。間違いなく今この瞬間もあの人はずっと自分を責めている。我也认为李渊在那个瞬间会非常自责，感觉他那个时候已经恢复理智了，稍微了。ミリアムさんを守れなかったって、取り返しのつかないことをしちゃったって。不仅害死了ミリアム，而且还造成了这次的诅咒扩张。だったら、そんな教官の胸ぐらを掴んででも、違うだろ、そうじゃないよって。何としても分からせてやる。それが皆さんにしかできない役目なんじゃないんですか。役目、役目是不是指应该要做的事情？有请聊天室恩石的大大。哦，役目是使命。Call of Duty， 所以你们到底要不要来救我？快了，快了，快了！正在嘴炮上 buff， 别急嘛，别急啦。两周跟一个月都一样臭了。有望。あなたたちがやらないのなら、教え子の自分たちが動くだけです。あの人には恩も借りもある。必ずや見つけて、喝を入れてみせます。
バンダールとしてではなく、トールズ第二新七組として。这库尔特的意思好像是，如果学长姐不行动起来的话，就会由我们来行动起来。因为黎恩教了他很多东西。教官は私のことを根気よく導いてくれました。自分で考えて、自分で決めろって。それが私としてあることだって。だから私は今ここで決めます。みんな守ってみせると言った。ミリアムさんの意志を継ぐことを。絶対に教官を取り戻して、今までのお礼を伝えることを。やれやれ、参ったわね。带给他们了。是啊，连黎恩的学生都已经有了行动的动力了，那你们在干嘛啊？学长姐，いつの間にか追い抜かれてた気分かも。风科，这时候你就要站出来说，我是新北骑士，跟着我来。我一把长枪这丢下去，你可能会死。いや、凶得很。実際にそうなんだろう。先に目を覚ましていたのに。风哥，等一下跟帝国去勘探的时候，你可以先用超位魔法先轰一发吗？可以增加我们军的士气。好的，长枪丢出去，死一半。やるべきことから目をそらして、悲しみと虚無感にとらわれていた。ああ、もう恥ずかしいな。自分をどやしつけてやりたいよ。皆さん、そうだ。みんな守ってみせるか。確かにミリアムはそう言っていた。ならば我らもまたその魂を体現するだけのことだ。いつも誰かのためにあがき続けた。哦，我懂尤娜生气的点在哪边。他觉得说，就因为这个时候，其他人应该要更要知道自己该做什么。对不对？没有想他们睡了两周，这些人都没有任何行动，还在睡，还在看报纸。就你，やり遂げると誓った大方針。表においては戦争を食い止め、裏においては真実を見極める。その誓いを果たすためにも、苦労のこともあるね。記憶を取り戻してたっぽいし。ああ、それこそ殴りつけてでも。こちら側に引き戻すべきだろう。やるべきことはいくらでもあるね。ええ、儀式以降咲き始めたという黒いプレロマソンも調べましょう。やれやれ、本当あんたたちと来たら。よかった。これで。でも。よかった。これで、我们终于可以开始练功了。私たちは教官に加えて。ミュゼとアッシュにも会わなくちゃ。もちろん代理のみんなとも。ああ。取り戻してみせます。すべてを。我们会把所有东西都拿回来的，属于我们的宝物。黎恩教官。私たちも協力させてちょうだい。所以这个时候我们可以选队友吗？如果让我挑的话，那个艾玛菲，然后亚里莎考虑的，因为毕竟你会加 CP 了。好，剩下的就去旁边洗睡。那个劳拉，那个还不错啊，劳拉还不错啊，剩下的就拜拜，不好意思。Thanks。この逆境においてこそ、我ら七組の進化が問われよう。今こそ新旧の区別はなしだよ。ああ、同じ目的を共有する対等なる同士。峰哥是新北骑士，会不找他吗？不，哦，何必呢？你已经够强了。还需要练功吗？你守家吧。哦，我会这句。一休尼萝莉控米塞喽，一起萝莉控。我的日文不错吧？你看罗伊德，他也很喜欢说萝莉控。萝莉控米塞喽，一起突破。这时候，在帝国的上空有一艘飞船，但这艘飞船好像有点屌哎、欸，
肯定是劫色的，好像不是。崛起军是那个哎、欸，是缪杰的船哎、欸。这个时候就要有人这么牛逼的啊，对啊。第三飛行艦隊の黑旋風範囲を通過しました。看到他，我肚子就饿了。よし、第二週警戒態勢に戻せ。おもかじいっぱい。北北西に進路。イエス、コマンダー。レンドも。二柱子，看到这个，我肚子也饿了。各地の仕掛けも抜かりなく。あなたたちがすべてを仕切っていたら、あの内戦はどうなっていたかしら。分校校长看到这个，我更饿了，饿爆了。総主裁が違っていたらと今でも思うことはあるがな。確かに。缪杰，让他们看看你的内战不是笑话，是动真格，好吗？買いかぶりすぎですよ。戴假发是不是？崛起军主宰缪杰，こうして無事この間にいるのも皆さんの助けあってのことですし、それをすべて取り計らったのがあなたであるのも確かでしょう。ええ、数万手先を見極める鉄血殿にも劣らぬ指して、あなただったら結社の使徒すら務まるかもしれないわね。噂の名士という方にはお目にかかってみたいですけど。这里提到盟主哎，这句话是什么意思啊？前面的话好像是一直说，那个就连使徒都可以拿来被利用的感觉。如果有机会的话，他也想见见盟主。ですが、所詮私も黄昏を止められなかった身。他现在的立场是想要阻止那个巨兽黄昏吧。阿修さんが入手した特殊拳銃、あれを見逃したのは痛恨の極みです。亚修当时候拿到特殊拳铳，亚修当初是拿那个东西去杀那个皇帝，对不对？帝国皇帝，然后使他陷入沉睡。然后那个手枪是那个谁？那边就是分歧点。もし目撃してさえいれば、手の打ちようもあったのですけど。所以缪杰会不会觉得说一切都是他的错？如果他当时候没有让亚修拿那把枪的话，那可能不会发展到这么顺利，对不对？女神の巡り合わせ、いや。それこそが。我以为缪杰他是故意让他拿的。ええ、因果律を狂わせる強制力。でもさすがね、それを逆用する対抗策を組み立ててしまうなんて。最悪にして最低の策ですけど。都是诅咒的错，没有错，劳拉，哎，不是罗拉，不是你的错，是圣三一的错，对。锅甩给别人就对了。世界そのものを人質に取るような。如果不甩圣三一，就是说这个错的不是我，是这个世界。为什么人要分参种和一般人？シュバルツァはともかく、七組の面々はどうしているやら。確か魔女殿の里に揃って落ち延びたのだったな。ええ。そう
うみたいね。クローンにアッシュ君は別にして、最悪の結末を目の。我看到有人闪鬼式的开箱，然后里面有一封信，是米莉亚姆的信。我的天，太编了吧！太编了吧，兄弟。ユーナさんにクルトさん、アルティナさんたちならばきっと。傷ついた先輩方を奮い立たせて、共に立ち上がり、歩き始める。私が同じクラスで共に過ごしたのは、そういう人たちですから。